ミスタービッグ、ミスタービッグ、ミスタービッグはアメリカ合衆国出身のハードロックバンド同国の実力派ロックミュージシャンが参加したスーパーグループの一つ。1989年にデビュー。1999年にメンバーチェンジし、2002年に一度解散したが、2009年にオリジナルメンバーの4人で再結成した。タラスでデビューし、 デイビッド・リー・ロスのバンド等で活躍していた超絶技巧ベーシストビリー・ジーンがサンフランシスコの実力派シンガーエリック・マーティンと出会い後にレーサー X のギタリストポール・ギルバートとインペリ・テリなどで活躍していたドラマーパッド・トーピーが加わりバンドを結成ポール・ロジャース率いるロックバンドフリーの楽曲タイトルからミスター・ビッグと名乗り1989年 アルバム、ミスター・ビッグでデビュー。結成当初から、その華やかな顔ぶれから、スーパーバンドと呼ばれ、高度な演奏技術の応酬が期待されたが、実際に、アルバムの大半を占めたのは、そのバンド名が示す通りのオーソドックスな、ハーロックであり、オープニングナンバーの、アディクテッド・ツー・ザット・ラッシュでこそ、ビリーとポールが得意の即引きを披露して、周囲の期待に応えたものの、二曲目以降では、 メンバー各人が持ち場をわきまえ、プレイに徹していた。1991年に2作目のアルバム、Lean into It をリリース。先端にギターピックを取り付けた電動ドリルによるトリックプレイで話題を呼んだ、ダディブラザー、ラバー、リトルボーイや、その後のライブにおける定番曲となる、アライブキッキンといったパワフルなハードロック、Just Take My Heart のようなバラード。 キャッチーなメロディを持つグリーン、ティンテッドシックスティーズマインド、60s マインド、そして全米ナンバー1シングルとなる2 b e With You などが収録されバンドの代表作となる。しかし 60s マインドと2 b e With You の2曲は同じアルバムに収録するか否かについてメンバー間で問題となった曲でもある。このポップな2曲のヒットによって ブリティッシュハードロックに根ざしたブルージーなロックバンドという結成当時の構想と現実との間にズレが生じ始める皮肉な結果を生んだのもまた事実である。良くも悪くもここがバンドの分岐点となった。1993年3作目のアルバムバンプ・アヘッドをリリース。2 b e w i o u の大ヒットによって一役人気役との仲間入りを果たした。 レコード会社からの大きな期待、言い換えれば圧力を受けながら、このアルバムを制作することとなった。さらに会社側からの2 b e w i y o u のような曲がもう一つ欲しいとの要望によって、大量のバラード曲のでも制作余儀なくされ、結果、キャット・スティーブンスのワイルド・ワールドのカバーを追加収録し、シングルカットもされたが、商業的に成功したとはとても言えない結果に、 終わることとなる。しかしながら、アルバムの完成度は高く、楽器隊の3人が超人的なユニゾンプレイを披露するコロラドブルドッグをはじめ、グルーブ満載の作品である。また、シンセサイザーやストリングスを大胆に導入した曲もあり、音楽性の広がりを感じさせる作品となっている。本作には、バンド名の由来となったフリーのミスタービックのカバーが収録されている。 1996年1月に4作目のアルバム、ヘイマンをリリース。これまでのアルバムは1曲目に必ず、激しく、楽器人が超絶テクニックを駆使した、アップテンポのハードロックナンバーを持ってくという法則があったが、このアルバムで初めてそれが破られた。ピアノによるイントロで幕を開けるオープニングナンバー、トラッペット・イン・トーランドは、ドライブ感はあるがダークなムードが漂う一色作。 テイクカバーは日本でシングルヒットした。コイン、ウェアザ・ウィンド・ブローズ、風に任せてのレコーディングはビリー抜きで行われ、その後のメンバーの人間関係に悪影響を及ぼす結果を招いた。同年11月には初のベストアルバム、ビッグ、ビガー、ビギストをリリース。その後、ミュージックステーションへの出演を最後に活動休止を宣言。 メンバーはそれぞれソロ活動、別のプロジェクトに乗り出す。1997年に日本武道館でのライブを収録したライブ AT 武道館をリリース。初回版は武道館と同じ八角形のアルミ製のケース、武道館とアルミ缶をかけたシャレと思われる入りであった。1999年、活動を再開しようとした矢先、ポールが脱退。その後バンドは、 かねてから信仰のあった実力派ギタリスト、リッチー・コッツェンを新ギタリストとして迎え、スタジオアルバムとしては通算5枚目となる、Get Over It をリリースする。新生、ミスター・ビッグによる第1弾のアルバムは、新加入のリッチーの個性を全面に押し出した内容で、ポール時代のポップ性は影を潜め、よりブルージーな楽曲が中心となった。また、 ソロシンガーとしてのキャリアを持つリッチーがエリックとリードボーカルを分け合うスタティックでバンドは新たなラインナップによる進化の可能性を主張しているこの年の年末久々の来日公演を行い大晦日にはエアロスミスバックチェリーと共に2000年カウントダウンコンサート大阪ドームに参加この時の模様はワウワウで生中継された2000年 新曲入りバラード、ベストアルバム、ディープカッツをリリース。ポール在籍時代の曲の一部は、新ラインナップによってリメイクされている。このリメイク曲のうち一曲で、ビリーのベースソロが本人に許可なく削除されたほか、前日の、ゴイン、ウェア・ザ・ウィンド・ブローズが収録されたことから、ビリーと他のメンバーとの人間関係が、再び悪化した。2001年8月に、 6作目のアルバム、アクチュアルサイズをリリース。しかし、リリース直前にバンド側がビリーを解雇したと公式発表する。自身のソロ活動のためレコーディングを一時離脱した際に、残りの3人とプロデューサーのリッチーズ伊藤によって、アルバムの方向性が大幅に変更されたことに対する不満から、ビリーがバンドに対して非協力的な態度を取り続けたためとされる。 アルバムのブックレットにはビリーのサンクスリストすら用意されず、作曲に関わった楽曲もわずか1曲に止まっている。しかし、協議の末、最後にビリーを含むメンバー4人でフェアウェルツアーを行い、その後解散するという結論に至る。先週楽となった2002年2月5日の東京国際フォーラムでのライブはレコーイングされ、ミスタービッグインジャパンとして CD と DVD で リリースされた。2008年5月7日、ロサンゼルスのハウス・オブ・ブルースで行われた、ポールのソロライブにて、ミスター・ビッグのほぼ再結成が実現。サプライズゲストとして、ビリー・シーン、パッド・トーピー、リッチー・コッツェンがステージに登場し、2曲を披露。リッチーが、ボーカルで、30 days in the hall、ポールとマイク・ズーターの、ダブルボーカルで、ダディ、ブラザー、ラバー、 リートルボーイを演奏した。4人のうち3人が同じステージに立つのは実に6年ぶり。2009年1月31日2月1日放送のラジオ番組 HM シンジケートでオリジナルメンバー4人による再結成が発表された。同年4月未発表曲のリマスターバージョンを含むベストアルバム NEXT TIME AROUND がリリースされ、6月には ネクストタイムアラウンド2009ツアーを日本のみで結構。10公演すべてがソールドアウトとなる。その後、アジアツアーとヨーロッパツアーも実現。9月16日、ネクストタイムアラウンド2009ツアーの武道館公演の模様を完全収録したバックツー武道館が CD と DVD で、その後ブルー、レイディスクもリリースされた。2010年12月、 9年に4ヶ月ぶり、オリジナルメンバーでは、約1 5年ぶりとなる、スタジオアルバム、g ワ What If? がリリースされた。2014年7月23日、パッドが2年前より、パーキンソン病を患っていることを公式に告白。新作、The Stories We Could Tell のツアーも通常の演奏が、できず、一部サポートメンバーを迎えて行うことを、明らかにした。 大役としてエースフレイリーなどの活動経験のあるマットスターが25周年のツアーに参加。パッドも同行し、日本武道館を含む来日公演を開催。2017年、来日公演を開催。本公演にもパッドが同行し、パーカッション担当で参加した。2018年2月7日、パッド・トーピーがパーキンソン病の合併症により死去。 2018年5月23日カリフォルニア州アゴーラのキャニエンクラブにてミスタービッグフレンズセレブリートザライフオブパッドトーピーと題したパッドトーピーのトリビュートライブが開催され、この日のために日本をはじめ世界中からパッドトーピーのファンが集まった。この公演では生前パッドがミスタービッグ再結成後に日本で使用していた玉の白いドラムキットが用意され、 ミスタービックの演奏に加え、ビリー・シーンとエディック・マーティン、リッチー・コッツェンの3人が16年ぶりに共演し、シャイン、ダンジン、ウィズ・マイ・デビルズ、スパー・ファンタスティックと、第2期、ミスタービックのナンバー3曲が披露された。なお、この時ドラマーを務めたのは、リッチー・コッツェンバンドのマイク・ベネッテある。その他、チャック・ライト、ギルビー、クラーク、マット・ソーラム、デーブ・アマト、 リッキー・フィリップス、ブレッド・タグル、クレック・ビソネット・ラ・パッドと関係の深いミュージシャン参加した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。